疲れ様でした。すげー楽しかったです。素敵すぎてよっさ、最高でした。いや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 、俺めっちゃ言いたいことあって。マジっすか、何ですか。うますぎんモノンクル。本当にこっちのセリフ。いや俺らは、まあ、俺らって俺は全然バンドめっちゃ良かったっすよ。本当もういっぱいいっぱいでした。いや私もいっぱいいっぱいでした。嘘でしょ。それはそれも今日やばかったね。あ、今日だってめっちゃ汗かいてたよね。すごい滝汗。そうなん、あれ涙かなって思うぐらい。そうなん、やっぱヨウさんがめちゃくちゃ盛り上げてくれたから熱気がすごかったっすよ。あの言ってたんですけど、そう、もうみんな出来上がった顔して、そうそう、ゆだりきってな、出来上がった顔、みんな真っ赤でベロベロになってました。私たちが入った時ね、本当ステージの扉開けたらもう全然温度違いましたね。すごいニコニコで迎えてくれて、ビビったっすもん、マジでモノンクル。俺あの最後のアンコール前の曲あるじゃないですか、はいはいはい、なんであんな演奏ができるんだと思った。本当にやばすぎる。あれで、あれで手拍子できるわけねえだろ。普通に手拍子してくれてるみんながやばいんですよ、本当に。いや、できちゃうんですよ、ね、すごい。お客さんがすごいっていう曲です。テクすぎる。本当にすごかった。いやいやいや、なんかね、最近やってる曲なんですけど。そう、結構昔に作った曲なんですけど。あ、そうなの。そう、最近また掘り出して。え、いつ頃ですか、あれは。もう一番最初のアルバムに入ってたんで、2014とか、最初、もう本当に最初のやつです。じゃあ、8年前。そう。やばすぎる。でも今日、本当いろんな曲聴けて超幸せでした。ありがとうございます。またライブアレンジみたいな感じで。マジで、最初にイエロー来たと思って。いやいや、もう久しぶりだったんで、本当に緊張しました。本当に。最高でした。で、その後、仮面でしょ。仮面です。私、今日仮面がすごい好きなんですよ。仮面、竹野内くんですよ。あ、そう、それも、そう、後で聞いて、普通にあのアルバムを聞いてて、うん、仮面めっちゃ好きって思ってたら、そう、あのモノクルの竹野内風が弾いてるって言って、すごい縁ですよね、そう思うと。ね、なんか意外とこう、界隈が繋がってなさそうね、こう、裏のスタッフ勢とかでちょっと繋がってたりして。そう、そう、ね、なんか、みんな今日のヨウさんの、ヨウくんって呼ぼうっていう話。そう言えないんだよ、緊張しちゃって。リスペクト深めでヨウさんになっちゃう。どうしたの、ヨウくんなんて言ったらお客さんどう思うんだろう、うん、そんなこと言わないで。ヨウくん、そう、ヨウくんのバンドのメンバーさんが、うん、あれだよね、うちのドラマの田中渡るとも結構なんかつながってるとか、やばい、やばいパワー系ドラマ、やばい、まあ、グルーヴがすごい。そうなんですよ、自分で湘南グルーヴっていう会社を立ち上げて、え、会社なの。会社組織の、架空の組織。いや本当だ。湘南の方、湘南の、あ、確かに湘南感のある、湘南感も湘南グルーヴ、重たいグルーヴで、最後の2人でやるのもすげえ。ああ、いやいや、ありがとうございます。ベースとボーカルで成立してるのがすげえなと思って。全然です、それ。またね、また一緒にやりたいですね。やりたいね、なんか次やりたかったの、時間なくて、ね、そうちょっとね、今回ギリギリだったんで、もうあれでしたけど、曲一緒にっていうか、なんか曲でコラボとかもしたいです。なんか、それ編曲かませてほしい。これ今撮ってますけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、全然音じちになりますよ、これ。音じち、ここみんなが今聞いてくれてるの、みんなが承認になって、めちゃくちゃそれやってほしいですけど、全然めっちゃ嬉しいですよ。そういう遊び方もしてみたいです。え、それどういう風にやったら一番面白いの。遊びたいです。逆にもう編曲とかも全てやってほしいですけど、ね、一緒にやりたいですよ。だって俺も知りたいし、どうやってやってるのか。あ、それギターも弾きますもんね。弾きますけど、まあ呼びましょうとかさ。それも面白いですよ。それも楽しい。やばいギタリストだから。彼はやばいからね。ヨウさんもエイブルトンのやつですよね。そう、あ、エイブルトンと、うんうん、スタジオワンを両方使ってて、はいはい、歌物の時はスタジオ海。あ、ここあれ、多分ここのステージのホワイトノイズになっちゃってる感じですね。でも消えるんじゃない？消える。あ、そっか、ミュージックミュージックプロだったらホワイトノイズも消える、消えるということ。消えます消えます。多分皆さんの耳には届いてないと思いますね。何の話やらすごい。ぜひなんかいろんな形でね、こういう機会もあったら
遊びたいです。ぜひぜひ遊びたいです。教えてほしい。めっちゃ勉強になりました今日は。こちらこそです。ありがとうございます。最高です。またやりましょう。2023年ではお願いします。ありがとうございました。エスペリーありがとう。エスペリーありがとう。ご縁に感謝。